マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく、なんで私はこんなにダイエット続かないんだろうっていうお声をいただきます。もし簡単にできるダイエット法があるなら知りたいなって思いませんか？そこでこの動画では簡単にできるダイエット法がわかるんです。もしあなたが自分にも簡単にできて健康的で綺麗に痩せたいなと思うのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、マイナス10キロ痩せるお茶についてお伝えしていきます。では話の内容はこちらです。1つ目、このお茶の痩せるポイントとは。そして2つ目、おすすめの痩せるお茶についてお話ししていきますね。では1つ目の項目です。痩せるお茶のそのポイントについてお伝えしていきたいんですけれども、まずはあなたの腸内環境が整うお茶だからなんですよね。とにかく痩せるためにはあなたの腸内環境が整っている必要があるんです。そんな時にもし便秘であったりとか、便秘じゃなくても毎日なんかすっきりしないなっていうお腹の調子ってないですか？それはもう腸内環境が整っていないサインになるんですよね。そうするとあなたがいくらね運動を頑張ったとしても、ちょっと食事を気をつけたとしても、いろんなものを食べたとしても、とにかくですね、もともと腸内に溜まっているものを出してあげない限りは綺麗になることができない、まあ、イコール痩せ体質になることができないからなんですよね。ですから一度このお茶を飲むことでしっかりとデトックス、お腹すっきりされると腸内環境が整って、そこからお体にですね、いいものがやっと吸収できるということになりますから、まず大前提はあなたの腸内細菌のバランスが整っているかどうか、イコール腸内細菌のその環境が整う状態を作っているかどうかに、ダイエットの成功できるできないというね、この分かれ目がかかっているわけなんですね。そして2つ目のポイントは、腸内環境を整えるプラスアルファ、腸ととてもね仲良しの大事な臓器が元気ではないと、なかなかこれもね痩せることができないですよ。それはどこだと思いますか？それはあなたの肝臓なんですよ。この肝臓のね、まあ、肝機能というのはもうとにかくねデトックス工場なんですね。余計な、まあ、いろいろね入ったものをもう分解してくれる、もう大工場なわけです。そこがふうふうってね疲れていたとしたらどうなると思いますか？もう一向にですね痩せ体質にはならないっていうことなんですよね。ところがこのお茶を飲むと、その肝臓の機能が強くなって結果デトックスがうまくいきますよっていうねお茶になるんです。そして最後もう一つポイントがあります。それはこのお茶を飲むとストレスケアにもつながりますよっていうことなんですね。いかがですか？こんなねストレスが多い環境の中で私たち毎日頑張ってるなって思いませんか？そんな中で、ね、やっぱりストレスがかかってしまうとついついこう我慢できずにこうドカ食いをねしてしまったりってね誰でもあると思うんです。そういう時にもともとそういう状態にならないためにこういったお茶を飲むことで精神的に安定させて、しかもデトックスができたり肝臓が元気になったりと、こういった効果をしっかりとこのお茶でゲットしていくことができるんですよ。ではここから2つ目の項目です。そのダイエット効果の高いおすすめのお茶をお伝えしていきます。それはこちらです。はい、今回は私の大好きなお店のカルディさんで見つけてきました。こちらですね、ベトナムから来たハーブティーになります。薬用のハーブティーなんですね。で、何かというとこちらアーティチョークティーです。何それってね、アーティチョークってあんまりね聞かれたことないと思うんですけれども、こちらもですね、アーティチョークティーっていうのはベトナムでよくねお酒を飲んだ後に皆さんがね飲んでいらっしゃるというお茶なんですけれども、もともとこちら菊科の朝鮮アザミっていう、そのアザミの植物からね取ったお茶になります。なのでそのシナリンという成分がこの肝機能をアップしてくれるので、ベトナムでは、まあ、飲み過ぎた後にねこのお茶を飲むとすっきり回復すると言われていて飲まれているそうなんですよね。
でまたそれだけではなくて血中の、ね、コレステロール値も下げてくれたりとかですね、あと便秘改善、ストレスケアということで、先ほど項目1番でお伝えした通りのダイエット効果があるお茶がこちらになるんです。ちょっと裏ね、ご紹介しますね。原材料名もね、アーティーチョークのこのアサミのね、植物のみでできています。完全無添加の薬用のハーブティーになります。でこちらアーティーチョークはすっきりとほのかに甘い飲み口が特徴です。シナリンという成分を含み、ベトナムではお酒を飲んだ後によく飲まれていますということで、こちら1箱が 50g 入っています。 2g×25 袋入っているんですけども、ここね、まあ、ほのかに甘い飲み口って書いてありますが、結構ね苦味もありますので、後からね飲みやすいポイントとか痩せる飲み方ですとか、あと注意点までしっかりねご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。はい、では最後に飲み方の注意点と、さらに痩せる飲み方の効果を上げるための方法をお伝えして終わりたいと思います。まず飲まれる前にちょっと注意をしっかり見てくださいね。こういった方は飲めませんよ、もしくはちゃんとお医者様に聞いてからにしてくださいねっていうね注意事項が載ってます。まずこちらね、アーティーチョーク、菊科の植物なので、そもそも菊のねアレルギーをお持ちの方は飲まないようにしてくださいね。そして持病がある方、特に胆道の閉鎖症であったりとか胆石がある方っていうのは気をつけてください。飲む前に主治医の先生に聞かれてください。そして妊娠中の方ですね、ママたちもあとね妊娠中はね飲めませんから気をつけてくださいね。でこういった上限はクリアした方はぜひ飲んでください。でどうやって飲むともっと痩せるのっていうことなんですけれど もう私の一押しはホットです。冷たいものを飲まないってことなんですよね。もちろんね暑い日は飲んでしまうかもしれませんけれども、飲みすぎてしまうと腸が冷えます。そうすると代謝がどんどん落ちてしまって、せっかくあなたがねダイエット頑張ってるのに冷たいものを飲む食べる、これだけでね太っちゃうんですよね。もったいないなって思いませんか。なのでポイントはお腹を冷やさないね、腸をいたわってあげるものはやはり温かいものということで、ホットで飲みましょう。ただしこれどんなに良いと言ってもですね、飲みすぎてはいけません。だいたい1日にもね 1,2 杯程度、ティーパック1つ2つぐらいでも十分効果がありますから、飲みすぎには注意してください。そしてこれね、ほのかに甘い飲み口って書いてあるんですけど、まあね、まあ、そう言われたらそうかもしれませんが、個人的にはやっぱり良薬は口に苦しじゃないんですが、結構ね苦いなって思うんですよ。でちょっと苦手続かないっていう方は、私このペパーミントティーのハーブティーと一緒にこう両方作ってブレンドティーにすることで飲みやすくしてみました。いけますよ、美味しいです。ペパーミントもね、こうストレスケアですっきりしたりとかしますし、この味ちょっと苦手っていう方はね、ペパーミントのハーブティーなどでこう割ってブレンドしてから飲んでみてくださいね。いずれもホットでお願いします。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントについてです。あなたが健康的で綺麗に痩せるためには、ベースは腸内環境が整っていることでしたね。そのためには腸とプラス肝臓もセットで元気にしてあげると、よりダイエット効果が進めますよっていうお話をしました。そして飲み方のポイントはこちら、アーティーチョークティーをホットで適量、飲みにくかったらブレンドして飲みましょうねというお話でした。この動画のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。